早坂一郎日本の古生物学者、島根大学学長、日本学術会議会員、宮城県仙台市に生まれる。東北帝国大学理科大学地質学教室の第一期生で、1915年に卒業、同大学講師となる。1918年に理学博士、助教授。1928年、新設の台北帝国大学理能学部教授に、 就任する。1940年、同大学理能学部部長に就任。戦後は、金沢大学教授、北海道大学教授を経て、1958年、島根大学学長に就任。古生代の化石の研究で知られ、朝鮮、中国、台湾等の第三系化石を調査。1952年から1953年に、 日本地質学会会長を務めた。1926年に地学雑誌4 44 4号に発表した論文、岩手県花巻町産化石ぐるみについてには、化石収集に便宜を与えてくださったという謝辞の対象として、花巻の宮沢賢治氏という記述がある。これは当時岩手県立花巻農学校で教員を務めていた宮沢賢治のことである。実際に、 早坂が現地に赴いて、県事の案内で化石を採集したのは、前年の1925年11月23日のことだった。早坂一郎、岩手県花巻町産化石ぐるみについて、地学雑誌第444号、東京地学協会、1926年2月15日、55から64ページ。県事と、鉱物九州大学附属図書館。 ホリオ生年譜、宮沢賢治伝中央合論者、中高文庫、1991年、P183、連載3.11その時そして、2、673高田、文化財、9円、6、朝日新聞、httpww. 朝日、.com エリア、岩手、アーティクルズ、 MTW2K130 兆3 0二十億3070万 1HTML2021 年7月16日閲覧ありがとうございます。